ップ並びに監督をご紹介いたします。1番センター近本浩二、2番センターで WBC 日本代表中野拓夢、3番レフトシェルドン・ノイジー、4番ファースト大山雄介、5番サード佐藤輝明、6番ライト森下翔吾、7番キャッチャー梅野龍太郎、8番ショート小畠龍平、9番ピッチャー青柳晃洋。阪神タイガースの監督は岡田世界中を熱く感動させた日本の野球、戦い終えた侍たちも合流し、さあ今日からは日本の頂点をかけたシーズンが始まります。2023年開幕戦をお届けいたします。解説はタイガース OB のお二人、岡田監督の下で選手会長も務められた赤星憲広さん、そして去年惜しまれながらも現役を引退されました能見篤さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。開幕投手、今年はこのマウンドに上がることができました。努力で這い上がってきたリーグナンバーワンピッチャー、投手三冠青柳晃洋です。まずは先頭の佐野を空振りの三振に切って取った青柳です。低めの球、ゴロを打たせました。逆シングル取って中野一塁へ、素晴らしいプレーが生まれました。まあ、落ち着いてるっていうかね、はい、やっぱ中野選手って1本目も非常に速いですし、はい、やっぱピッチャーがずっと非常に助かります。空振り三振。ピッて投げた、空振り三振。ここはちょこっと当てましたがショートライナー。開幕ショートスタメンの小畠のグラブに入りました。ここも空振りの三振、青柳なんと早くも4つ目の三振です。バットが折れました。センターの前に落ちる。チーム初ヒットは大山雄介、4番のバット。変化球引っ掛けてサード出ようとして戻りました。あ、しかし弾いています。ワンボールツーストライク。ここは三遊間抜けていった。今シーズンの初打点は梅野のバットから、ね、これはもう粘り勝ちというかね、追い込まれてから持ち味というかね、はい、が出てきましたけど、まあでもやっぱりここで打つわけですから。いや、そうですね、うん、まあ、本当に今年楽しみですよね、梅野選手もね。ここもいい当たりだ。センターの前に落ちる。小畠の初打席でヒット、2点目入りました。タイガース、レフト方向タッチアップの構え、ランナースタート、バックホームは間に合いません。キャッチャー折り返して三塁はアウトです。ただ1点追加しました、近本の犠牲フライ。あ、ここはショート小畠のファインプレー、ジャンプ1番掴み取りました。ここも空振り三振、5つ目です。青柳4イニングパーフェクト、6つ目の三振を奪っています。ネクストバッターはピッチャーの青柳です。
野見さんどうですか、こういう構えをされるとピッチャーというのはやはりいろいろ考えますか。ピッチャーはいろいろ考えますけど、あ、ここでバントの構えをやめてヒッティングしてきました。初球です。いや、 やはり岡田監督というのはいろんな揺さぶりかけてきますね、赤星さん。まあでもやっぱりこういうね、どういうことっていうのが相手をこう悩ませるっていうのももちろんあると思いますから、はい、いろんな作戦もね、やっぱピッチャーは頭入れるんですけども、はい、その分球種がね偏ってくるので、どうして、ランナーに動きなし、バントだ、うん、ここでバントをしてきましたが、ランナースタート、今度はスタートなし、ランナースタート、ランナースタートしてこれもファール。ここまで11球粘っている小畑、岡田監督もここも梅野スタート、ショートゴロ、逆を突かれた、ヒットになって梅野は一気に三塁へ、ランエンドヒット成功、最高の形でワンアウト一塁三塁を作りました。セーフティースクイズだ、三塁ランナーそれを見てスタート、青柳自らのバントで次の1点タイガースが奪いました。ここランナースタートでノイジーの当たりはショートの頭上、一塁ランナー中野はスタートを切っていましたので三塁へ、また一塁三塁を作りました。これは犠牲フライには十分です。三塁ランナースタート、大山の今シーズン初打点となりました。フォアボールになってしまいました。打ち上げました、林の打球はサードファウルゾーン。そして岡田監督がここで出てきました。ピッチャー交代です。経験豊富な岩崎をマウンドに送って、代打宮崎はいい当たりがセンターの前に落ちます。セカンドランナー京田はゆっくりとホームに帰ってきました。右中間への当たりが、うわー、スーパープレーが出ました。板山スライディングキャッチ、フェンス際。赤星さん、亜細亜大学の後輩、素晴らしいプレー見せました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、おかしいな、ありがとうございます、じゃないですか。このまま行きますとシーズンでの初めてのセーブということになります。まっすぐ、うーん、先頭太田がフォアボールで出ました。連続フォアボール、両手を組んで見つめる岡田監督、声を出す青柳晃洋、そして球場から起こる拍手、すべては湯浅の右腕に送られています。まっすぐ空振り三振。さあ9回ツーアウト満塁、打ち上げた、今日大活躍の小畑のグラブに吸い込まれました。
開幕戦を白星で飾っています。湯浅敦樹はこれがシーズンの初セーブ。12球団初の所属選手全員平成生まれの今年の阪神タイガース、戦うごとに強くなっていくチームと岡田監督は話していましたが、開幕戦を見事に勝利で飾っています。